元ジャニーズのメンバーとして有名な葵照彦さん。ネット上ではよく西郷照彦さんと間違われている方も多いようですが、二人は全く別人。葵さんは1948年1月10日に東京都の杉並区で誕生しました。なんと幼い頃からキッズモデルとして雑誌に掲載されることもあったのだとか、 そんな彼は1962年にアイドルグループであるジャニーズのメンバーとして芸能界デビューを果たしました。ちなみに、井照彦という芸名はすべて漢字にしてしまうと硬くなるというジャニー北川さんの意見から名字がひらがなになったのだそうですよ。そんなジャニーズグループとしてデビューした井さんですが、なんと彼は ジャニーズ事務所の創立メンバーでもあるのです。ジャニーズ事務所ができるきっかけとなったグループのメンバーだったなんてすごいですね。ジャニーズ事務所の創立者で社長としても有名なジャニー北川さんですが、彼はアメリカ大使館の通訳をしていたといい、代々木で少年野球チームのコーチもしていたといいます。そんなある日のこと、 野球の練習ができない雨の日に子供たちとウエストサイドストーリーという映画を見に行ったジャニーさん何でもこれが事務所を立ち上げるきっかけになったのだそうですこの映画で子供たちだけでなくジャニーさんにも衝撃が走りエンターテインメント事業をすると決意したのだとかそしてその中にいた4人で ジャニーズを結成。この中に、葵さんもいたというわけです。ちなみに、他3人は、前江ひろみさん、飯野おさみさん、中谷良さんがメンバーとなっています。それから4人は、野球ではなく、ダンスの練習に打ち込むことに。ジャニーズという名前も、実は、少年野球チームの名前だったそうです。 すごく運命的ですよね。もしも彼らがウエストサイドストーリーを見に行っていなければ、今のジャニーズ事務所はなかったかもしれません。しかし、1967年の12月31日にグループは解散。もともとアイドルになることを目標としていなかった葵さんは、途中からジャニーズとしての活動を休業しており、 4ヶ月半、アメリカに留学していたと言います。そこで、歌や踊りの練習やミュージカルの鑑賞に没頭。その後、仕事の都合があり、帰国した際に、グループ活動を継続するかどうかをメンバーで考え、解散することとなりました。葵さんはお芝居の夢を抱くようになったようですね。 こうしてグループを解散した後、四季株式会社の代表であるアサリケータさんから勧められ、彼は劇団四季の研究生になることに。その後、1968年に、親父大鼓というドラマに出演。この作品はジャニーズを解散してから初めての出演作になりました。また、このドラマの主題歌も担当。 僕の秘密という曲で初めてのソロシングルをリリースしました。1970年から1971年には TBS 歌謡ドラマ二人の世界に出演。ここでも主題歌二人の世界を担当し、この曲でオリコン週刊の最高3位、年間シングルチャートでトップ20入りを果たしています。 また、ドラマだけでなく、アニメ、明日のジョーでも、主人公の矢吹ジー役として出演。少年時代からボクシングが好きで、ジョーの大ファンだったという葵さん。しかし、オファー当初は、声優と俳優は違う、とのことで断っていたようです。まさか、ジョーの声が葵さんだったとは知りませんでした。 1976年には、あなただけをという曲が大ヒットし、オリコン週間チャートでは6週間連続で1位を獲得。年間シングルチャートでも7位を獲得し、彼自身最もヒットした曲となりました。そうしてこの曲で第27回 NHK 紅白歌合戦に、 ソロとして初出場を果たし、さらに第9回日本優先大賞においても優先ヒット賞などを受賞されています。1977年にはあなただけをに続いてハイハイハイやセンチメンタルカーニバルという曲も大ヒット。役者としてだけではなく歌手としても 絶大な人気を得ていたのです。そんな葵さんの一番の有名作は、やはりドラマ、水戸黄門のスケさん役ではないでしょうか。彼は1988年から2000年までの12年間にわたって、スケさんこと、佐々木スケ三郎役を演じました。 ちなみに、その時の角さんは、いぶき五郎さんが演じています。では、そんな葵おいさんのプライベートはというと、1972年の10月に5年間交際していた7歳年上の元ファッションモデルである、畑のり子さんと結婚。お二人には息子一人、娘一人の二人のお子さんがいます。 そしてそのお子さんたちもそれぞれ結婚しており、すでに子供が生まれているとのこと。葵さんは孫を持つおじいちゃんということですね。長男は葵和樹さん。一時期はジャニーズ事務所に所属していたようです。長女は葵恵里奈さん。彼女はヒップホップ歌手としてタイで活動をしていたそうで、 その時にタイ人の男性と結婚。現在は日本で大量料理店を経営しているのだとか。葵さんはこの娘夫婦と一緒に住んでいるようです。家族関係も良好なようですね。最近ではあまりテレビや映画での活躍は見られませんが、現在も舞台俳優や歌手としての活動は続けていて、 2019年の12月2日に放送された、徹子の部屋では、ゲストとして出演し、自身の趣味について語っていました。海外でバードウォッチングをするのが趣味だという葵さんは、毎年の恒例行事にもなっているのだそうです。番組内では息子夫婦と孫たちと、 バカンスでニューカレドニアへ行ったことを楽しそうに話されていました。そんな鳥好きなことで有名な葵さんですが、実は日本酒も大好きなのだとか。ドラマ、水戸黄門の撮影で京都に通っているうちに、次第と日本酒が好きになっていった葵さんは、2003年に青木酒造と一緒に、 米の栽培から大吟醸の仕込みまでを行いました。なんと、新潟県の吉川町で地元でオリジナルの日本酒、色を作成。このお酒は限定販売もされたようです。また、2005年10月1日には、日本酒サービス研究会、酒商研究会連合会に、 名誉聞き先し、坂賞として任命もされています。そんな葵さんの現在ですが、2013年に芸能生活50周年を迎え、記念コンサートを開催しました。最近はメディアにあまり姿を見せることもありませんが、今は趣味や家族との生活でゆっくりしているのでしょうね。今後の葵さんの活躍に期待しています。 最後までご視聴いただきありがとうございました。